これで防水なんで雨にも濡れないですし、あとこれのいいところにカチャってやったらキュッてもうすぐ持っていけるんですよ。それがいいところです。はい。でトップケースはまた後でつけるとして、ね、スーパーカブのウインカーを移設しましたね。結構大きいんですけど、こういう大きいのいいなと思ってもちょうどいいと思います。はい。そのうちこのフロントのウインカーも Z1 とか Z2 用の大きいウインカーに変えようかなと思ってます。はい。じゃあちょっと確認しましょうか。じゃあまず電源オンで、ウインカーついてますね。ウインカーついてますね。はい。ポジションついてますね。ブレーキで大丈夫ですね。完璧です。はい。ダブルツルして上を、浮かしてます。浮かしてますね。浮かしてます。でこの状態でまあちょっともう緩めたんですけど、まずこのブレーキキャリパーを取ります。はい。六角ですね。六角でこれを取ります。でこれを取った後、このキャリパーを後ろにしてキャリパーを外しました。パッドまだ残量ありますね。前に止まってる2つを緩めます。これを緩めて、まあ、もう取ってもいいですね。これを取ります。もうこれ緩めたらスポッと取れます。でこうなってるんで覚えておきましょう。でまず外す前に見てほしいのがこれアクスルなんですけど、ブレーキ側はこのカラーが短いで、逆側は長い。そこだけ覚えておいてください。これを取りますね。でで、これね、これとこれ、ずっとこんな感じです。カラーが短い、長い、蓋、アクセルっていうことですね。こうやるとビートが落ちます。もう落ちましたね。早いですね。はい。はい。ああ、でもそこまで綺麗、汚くないっすね。錆びてない。フロントは使えんじゃないかな。はい、取れました。中は普通ですね。はい、じゃあこのリムバンドね、リムバンドを交換しましょう。はい、今回タイヤ協賛いただきまして、新興タイヤさんの、100-90-19というタイヤを入れさせていただきます。はい。
皆さんダブルにも新興タイヤさんつきますよ。ぜひぜひ、こういうブロックパターンです。さあつけていきましょう。リムにねしっかりべちょべちょに塗っておきましょう。で、回転方向ですね、こっちがあるってことはこう向きですね。こう向き、こう合ってますね、こっち向きに。両方入ろうとするんですよね、押さえてくると軽く押さえていいってことですね。よいしょ、もう入りますね、もう入りますよ、欲張らない。よいしょ、はい、入りました。先にこの付属のこれをセットしないとダメです。これをここにセットして、でこれで締める、これで締める、こういうことですね、こういうことですね。そりゃそうですよね、これがこう当たった時にここを鉄で保護しておかないと、なんていうんですか、ゴムがダメになるじゃないですか。最初はいいんですけど、なのでここを入れとくっていうのを忘れないようにしてください。これを先に穴通してから全部入れますか、それともなんとなく全部入れてからここ入れますか。僕はなんとなく全部入れてからこれをキュッと入れるようにしてますね。はい、はい、入れたらちょっとセンター出しをして引っ張られないようにして、いよいよですね、これでパンクせずに入れるっていうね、まあ、タイヤのコンディションとかホイールとかその相性にもよって、すごい余裕のあるやつはねキュッて何もせんでも入るやつもあるし、とにかく慎重にやりましょう。それでは行きましょう。いやーもう僕もね何回もやってるんで、もう分かったとは思いたいんですけどね、やっぱあのチューブは予断を許さないっていうことで、ある程度空気を入れときます。入れないと噛みますんで、今ちょっと噛んでましたから、ちょっと入ってるぐらいがいいですね。でタイヤレバーを当てた時にキュッてこうあのなんかクッションになるイメージが肌で伝われば一番いいですかね。でまず最初はこのもうタイヤレバーっていうか押していったら入るんで、新しいタイヤなんでね、こんな感じで、はい、こんな感じで最初は入れていきます。いい感じで入ってますよ。よいしょ、いい感じですね、いい感じで入ってます。あ、これいい感じやな、今この辺まで入ったじゃないですか。ほんで今僕こうやったんですよ、こうやって中央に寄せてあげる、でここが緩むんですよ。それやらんとここがパッツンパッツンになって、ほんまにやりにくくなって結局噛んでもうてみたいな。で表だけじゃなくてこういう裏側もなるべくこう中にこう入れてあげる、中にしっかり入れてあげる、これはすごい入れやすいですね。あんまりレバーを立てない。いくよ、ここから本気出すよ。これはどっちかって言ったらね、そこまで難易度高くない方、これはいけると思う。いけると思うけどね。これはいけると思うけどな。あ、大丈夫かな、今やってもうたかな。ちょっと、いや大丈夫と思いたい。今のは大丈夫と思いたい。
大丈夫と思ったね。できたかも。いきます。この数字が出てれば大丈夫です。え？当たり前か。何回もやってんねんか。でも嬉しいですね。一発でできたら。フロントは 2.0 ですね。このぐらい、はい。せっかくなんでフロントフォーク塗ります。今密着論してます。でちょこういうとこね、ちょっと棒サビ結構取れるんすよ。ほら、来ました。このままいきます。うわ、めっちゃ綺麗になる。はい、サクッと仕上がりました。割と短時間に綺麗に塗れたんじゃないでしょうか。もうエンジンガードのタブだとこも直しました。塗りました。しっかりクリスアップしましょう。締め付けトルク88です。いきます。はい、オッケー。フロントブレーキがこうしっかり効くか確認ですね。大丈夫ですね。はい、大丈夫ですね。はい、オッケーです。おー、新興タイヤさんありがとうございます。あとね、ここね、綺麗になりましたね。新興タイヤ F230 です。ぜひ皆さん W650 の時ご参考にしてください。ピゴーン。よし、続きましてオイル交換いきたいと思います。オイル交換はですね、そうですね、ヤッコさんから協賛いただきました MVX500、15W の50っていうやつをね、これ使いたいと思います。だいたい3リットルね、用意してください。だいたい 2.5 やったかな。うん、フィルターなしは 2.5 なんで、3ついります。はい、ヤッコさんありがとうございます。いつも協賛ありがとうございます。はい、 W650 はここですね。ここ分かりにくい。これね、17番で回します。結構硬かったね。しっかり止まってたわ。17です。でドレインボルトとこのワッシャーを落とさないようにキャッチしないとダメですよ。はい、ああでも結構汚くなってますね。だいたい5000弱、4800、まあ4900ぐらい走りました。このポタポタ出てる廃油でですね、こういう下回りの汚いところをね、今のうちに綺麗にしとくと。ほら、めっちゃ綺麗なところ。めちゃくちゃ汚かった ね。飴色の綺麗なオイル、優しく入れる乙女は誰が乙女やねん。僕なんですけど、ヤッコの感想なんですけどね、すごく、フリクションというかね、ザラザラした感じがなくなってスムーズに。で、まあ、フロントのタイヤも新品、リアも新品、スプロケットも前後新品、チェーンも新品ということで、駆動系がこれでだいぶね、テコ入れできたんかなと思いますね。はい。で、まあ、何気にですね、パッと見た時にフロントフォークがですね、結構汚かったのがちょっと、うんって思ってたんですけど、そこをキラッとこうつるっとこう綺麗になってるだけで、おいいじゃんみたいな、タイヤも綺麗だしみたいな、ちょっとテンション上がりましたね。はい、ただですよ、ただ日本一周するにあたり、ちょっとマジでほんまにもう僕のバイクのコレクションも全部叩き売らなあかん可能性もありますね。
叩き打ってちょっともう資金を作らんと活動できへんみたいなところありますんで、ちょっとあのバイク欲しい人、 NSR 欲しい人相談に乗りますよ。どこ